まあ今日は足のアーチを作るっていうのをやっていこうと思います。最近扁平足の人に出会うことが多いので、扁平足から足のアーチの作り方っていうのを解説していきたいと思います。まあ、扁平足は、ご存知の通りこの土踏まずのところこのアーチがベタッと床についてしまっている状態のことを言います。で、一口に扁平足といっても大きく分けると3つあるかなと思います。で、こうなっているパターンの中で常に足が浮いてても扁平足な状態の人で、この中でもこのかかとの部分が内側にこう向いたというか外側に上の方が外側に倒れてしまってこの状態なんだけどここがねじれて潰れていって扁平足になってるパターン。そしてもう一つがもう全部かかともこの内側に倒れてしまってこういう状態で全部が内側に倒れてしまった状態の扁平足のパターンで、まあ、この2つに共通するのはこの部分足の甲のちょうどこの曲がり角ら辺のところですね。この部分が内側に落ちてしまっている状態っていうのが共通しているパターンになります。で、もう一つがこう分かりにくいパターンになるかなと思うけど足がブラーンとした状態で見るとアーチはちゃんとあるそれなりにあるんだけど足をつくとベタッとこうなってしまうパターン、この3パターンがあるかなと思います。で、このパターンの人はこの部分さっき言ったこの落ちてしまうところの支える力が弱いので本来足の向きはこうなんだけど体重がかかると潰れてしまうという扁平足のパターンがになります。今言った、大きく分けた3つのパターンをちょっと判別するために自分のかかとを持ってみましょう。で、かかとを持った時にこういう風になってるのかもしくは外側に足元が外側に行くような感じになってるのかっていうのをかかとの底が内側を向くか外側を向くかをまず掴んでみると分かりやすいと思います。結構もう扁平足で固まってる人なんかかかとの向きなんかも固定されてったりするので掴んでみると自分の足の向きが分かりやすいかなと思います。で、立つと扁平足になる人がすごくパッと見こういう状況では分かりにくいので立った状態で自分がここがついてるのかで足を浮かした場合この土踏まずのアーチがあるのかないのかをちょっと見てもらう必要が出てきます。アーチを作っていく前に一つこう共通していることを、確認しておきたいと思います。もうこっち側に潰れてしまっている人足が浮いた状態の時も扁平足の方向に行って足をついた時も扁平足の状態になっている人っていうのはかかとがまあどっち側を向いているにせよこの足の裏というか、アーチの部分っていうのがもう下がった状態で固定されている。で、足の裏のこの状態も下がる形になって固定されているっていうのが、共通した項目になってくるのでまずは足のこの塊を取っていくっていうのがアーチを作る第一歩になるので硬さをまずは取っていきましょう。今回はこのマッサージプレートを使ってやっていきます。まずはマッサージプレートを使って全体的にさすっていきます。
まず、アーチがもう完全に下がって固まってるパターンの人に大きなポイントとなるのは、ここが下がっているので、ここが上がれるようにこの硬さを取っていく必要があります。この硬いままだといくらこういうエクササイズをしようと思ってもこの足の裏が動くことができないので、なかなかエクササイズがうまくいかない、頑張ってる割にはアーチができないという形になります。でインソールとかを使ってもやっぱり固まってるので無理やり足をこう押し上げてる形になるので、やっぱり疲労感っていうのは出てきてしまうので、まず硬さを取っていくことが重要になります。でこの骨、足の甲の親指のこの骨、土踏まず側に沿ってまず硬さを確認するためにこうさすります。でそうするとこの部分、ちょっと今ちょっと赤くなったんですが伝わるかな、この部分にこう親指の方へつながった筋肉や腱があるので、ここを動かしやすくしていくためにここを揺すっていきます。少しプレートで押さえて小刻みに揺すっていきます。でこのリリースする時のポイントとして揺するっていうことがポイントになってきます。軽く押さえてその塊を揺する、こうすることで硬さを取っていくということになります。これをプレートの方向を変えてちょっと縦方骨と平行にしてこうやってみたりとかして念入りに硬さを取っていきます。間違ってもゴリゴリやって硬さを塊をバラバラにするようなイメージを持たないようにしてもらったと思います。塊を押さえて揺する。でこうすることで軟部組織をバラバラにしていきます。通常の状態でこの硬さを、取っていったら、この指を反らしてみましょう。で反らした状態でもここ撫でてみます。で硬さが目立てば、この反らした状態で硬い部分を揺すっていきます。で今度は逆に握った状態、ちょうどここ赤くなってるのでこの部分です、ちょうどアーチの頂点に近いところですね。で握った状態でこうやっていきます。でこう落ちてしまっているので握りにくいっていう人は少しかかとをこう内側に自分の方に足の裏を向けるようにしてやると握りやすいと思います。でその状態でこう刺してやる。で硬さを確認します。で硬さが確認できたらまたこう揺すって硬さを取っていきます。で硬さが取れたかなと思ったらもうちょっと足を動かして硬さを確認してみましょう。で次ポイントとなるのが小指側のこのラインを触ったらポコッと出たところがあるのが分かると思います。でこの部分っていうのも特にこっち側にねじれて固まった人は広がってしまっているので、この骨がこの骨が
アーチを作れるようにこの小指側の縁を柔らかくしていく必要があります。でちょうど骨の部分に近いところのこの足の裏のところをさすっていきます。こう中に寄ってこれるようにしないといけないので、まず一旦まあ開いて、また親指と同じように開いてさすってみる。でこの真ん中の足の裏の真ん中の部分、ど真ん中の部分とここの縁の硬さを取っていく感じでやります。ちょうど小指この1本分かな、小指1本分の太さぐらいのところが厚みがあるところで、その後内側の縁のところをこすります。で硬さを確認して、では指をまた反らして刺する。で硬さが確認できたら、その部分っていうのを、軽く押さえてもう揺するようにしていきます。で今度は握る、グッとこう自分の方に向けると握りやすくなると思うので、この状態でこの硬さを取っていきます。でちょっと握りすぎると足がつりそうになるので、その辺は注意してやってください。足の、硬さが取れたかなと思ったら動かして確認してみましょう。で動かした時にこの硬さを取った部分っていうのを触ってみると、スムーズに動いてるかっていうのが分かりやすいと思うので、触って確認してみてください。でここの硬さ、真ん中の硬さも当然関係あります。もう伸びきってしまって握る方向へ働けないっていう状況になっていることが多いので、ここも硬さを取っていきます。全体的にまずこう縦方向でこすっていって、さっきの他の部分にも当てはまるんですが、繊維の方向としては基本縦にこう入っているので、より硬さを取ろうと思ったらその繊維に対して平行になる、こういう横方向に振動を与えてあげてください。これで揺すっていきます。でこういう状態で揺すっていって、伸びた時に硬さがあるところで、握った時に硬さのあるところっていうのを確認しながらさせていきます。でうまく硬さが取れてくると、特に扁平足の人はこの部分、土踏まずの部分で、この真ん中の部分で、さっき言ったこの小指の縁の部分、ここにもう段差がなくて本当にフラットな感じ、触った感じがフラットな感じになるんですが、硬さが取れてくるとこの部分と真ん中で外側とこう大雑把な段差を感じやすくなってきます。
なので、この段差が作れるようにしていくと、この扁平足をまずアーチを作る準備段階が揃ったと思ってください。で、硬さが強ければ強いほど1回の、マッサージのリリースでは、取れなかったりするので、根気強くやっていく必要があります。次の項目はこのかかとになっていきます。こう倒れてる人とこう倒れてる人では、マッサージする箇所が変わってきます。重点的にマッサージする箇所と言ってもいいと思います。両方ともやってもいいんですが、しっかりとリリースしたい箇所っていうのが変わってきます。これは単純に分かりやすくて、こう倒れてる人はこっち側で、こう倒れてる人はこっち側をリリースしていきます。で、ちょうどこのくるぶし内側の人からいくと、内くるぶしの部分、内くるぶしのこのアキレス腱側、ちょうど真裏、正面から見た場合この真裏になる部分っていうのをリリースしていきます。で、この奥の靭帯の硬さ塊っていうのが、このかかとをこの方向へ向けてしまっているきっかけになっているので、この靭帯の硬さを取っていきます。で、まずはこのかかとの、かかとじゃない、くるぶしの裏側を全体的にこうさすってあげて、まずは表面を和らげていきます。で、ある程度柔らかくなったかなという感触が得れたら、この部分を重点的に柔らかくしていきます。まずはちょっと抑えめにして揺すっていきます。これ縦方向で OK です。内側にも向けてしまうと、こするスペースがほぼほぼなくなってしまうので、ある程度こすったらこの部分を少し手で伸ばしてあげて、外側に倒してあげていいので、伸ばした状態で揺すります。動きを確認してみましょう。これはもう手でこう動かしてみて OK です。で、硬さがもっと強い場合は横方向に揺すっていきます。イメージとしてはこの縦の繊維が束になって固まってしまったのをバラバラにするようなイメージを持って横に動かしてもらったらいいかなと思います。曲げたり伸ばしたりしながらここの長さを変えてやってみましょう。もともともうこうなってるので曲げた状態みたいなものなので、かかとがこっち側に倒れてる人は伸ばしてやるか手を離してやるかの2通りで OK です。で、外側の人も同じようにこの外くるぶしの後ろ側、ちょうどまあ指がこう入るんですが、固定されてる人はこの辺の動きが悪くなってむくんでしまって指が入るようなくぼみがないかもしれません。
ぼみが分かりにくい人は、まずしっかりとやっぱり最初にこの部分っていうのを全体的にくるぶしの縁をさすってあげて、他の皮膚とかとの塊をまずはなくしていきます。これも、伸ばしてこういう風にやったりして硬さをなくしていきます。で、ある程度こす全体的にこすったら、重点的にこのかかとの口うるぶしの裏側を押さえて揺すっていきます。硬い場合は横方向にこすって塊の束をほぐ解きほぐすようなつもりでやっていきましょう。あくまでも解きほぐす塊を解きほぐすようなイメージでやってもらうといいです。塊を力ずくでバラバラにしてやろうっていうイメージを持ってしまうと、体の組織を破壊してしまう可能性があるので、特にセルフでやる場合は注意が必要です。では3つ目のポイントで、ここでやっとようやく、足をこうついた場合こうなってしまう、扁平足方向に潰れてしまう人が、共通するところになってきます。で、全体的に共通するのはここが落ちてしまう、この、土踏まずが部分の骨が下に落ちてしまうというのは共通する部分なんですが、これはここすねの方ですね、ここが引き上げる、こう引き上げる力がなくなってしまってる、出なくなってしまってるっていうのがポイントになるので、この部分を動かしやすくしてあげます。で、ポイントはさっきやった、この内くるぶしじゃない土踏まずのところのマッサージポイントからずっとすねの骨に沿って上がっていきます。まあこのすねの半分ぐらいまでやれれば最低限 OK かなと思うので、そこをやっていきましょう。で、まずはこの足の甲から、足の甲、足首の方をやっていきましょう。で、全体的にこうこすって、ここにこれを引っ張る腱があるので、ここにちょっと浮き上がるのが伝わればいいですが、ここにこうあるので、これがこう引っ張り上げてくれます。で、これの動きを邪魔しないようにこの周りの硬さを取っていきます。で、足首をこうちょっと伸ばしてみたりとか曲げてみたりして、この腱の周りをさすっていって、硬さを感じるところ、硬さを感じるところを、特にまあこの足首周りで影響が大きい人が多いと思うので、こういった部分をしっかりと揺すっていきます。これはこっち側もこの内側もやっておくと、あとあとアーチ作りお邪魔にならないので、しっかりと腱の周りを内側も外側も取っていってあげてください。では、上の方へ上がっていきます。で、これがこの親指を側を引っ張り上げてくれる腱が、こうすねの骨の
際を通っていくので、すねをまあ全体的にまずこすって硬さは取っていくんですが、ポイントはこのすねの骨の際になってきます。でこうこすゆっくりこすってみるとガタガタガタってなっていたりとかするところが塊があるところなので、その部分を揺すっていきます。ある程度揺すったらまたこういうふうにもう一回なぞって硬さを確認します。この全体をこする、部分的に揺する、これを繰り返して全体的な動きの邪魔をする硬さを取っていきます。でこれをしながらまた曲げてみる。で曲げた時にこうした時にどこが固まっているのかなっていうのを確認します。で固まったところをまたこうできます。で下ろしてみる、硬さを確認する、曲げてみる、硬さを確認して硬いところを揺せる、これの基本的に繰り返しになります。足の裏もこの繰り返しになるので、硬さがなくなるまでやってみてください。ただあんまり1回にやりすぎるとすごく赤くなって内出血みたいになるので、ある程度赤くなったら今日ここまでかなと基準を決めてもらうといいかなと思います。硬さ、扁平足の状態が悪ければ悪いほどなかなか硬さは1回で取れないので、根気強くやっていってもらったらいいかなと思います。では、これで、アーチを作ろうという部分の準備段階が、完成しました。では、実際にアーチを作るエクササイズをこの後にやっていくことが重要になるので、簡単なエクササイズを紹介するので、それをやっていってみましょう。ではアーチを作るエクササイズをやっていこうと思うんですが、まずは動きを確認してみましょう。土踏まずを持ち上げる、こういう風にする。で、逆に土踏まずをつけてみる。これができるかどうか確認してみてください。で動きやすさがどうか、でこの甲の部分の動きとかかとの動きを揃えれるように動かしてもらうといいかなと思います。持ち上げた時はかかとがこう外に倒れる、でつけていた時は内側に全体が倒れるというふうに、かかとの動きと足の動きの足の甲の動きを揃えていってみてください。ねじれてタイプ、ねじれて潰れてるタイプの人はこれでまず一緒のこう動きが取れるかどうかっていうのを確認していきます。でこれができたらのは親指を上げてみる。で、下ろして今度は親指以外を上げてみるっていうのをやってみてください。結構親指を上げるっていうのが苦手な人は扁平足の人には多いので、やっぱりここを引き上げる力っていうのが弱いので、親指を上げるっていうのは苦手な人は多いです。これで動きを確認してみます。これも親指を上げる動きの確認と親指を上げるエクササイズになってきます。で、これができたら今度はこのエクササイズが一番重要になってくるかなと思うんですが、この部分と
かかとを近づけるように握る。これで起こりやすいのがこういう風になってしまうのが、だんだん指を曲げていってしまうのが多いんですが、重要なのはこのここを縮める動きができるかどうかっていうのになってきます。でポイントとしては、少しこうするイメージを持つと動かしやすいかなと。動かしやすいといっても扁平足の人にとってはかなり難しい動きになるかなと思うんですが、できるかできない、見た目こうここがこう縮こまってきてるっていう風になってなくても、これをするしようとすることが大切になってきます。体に筋足の裏の筋肉に、こういう風に動くんだっていうのを教えていくことが目的になるので、でここが引き上がるので、ここが疲れてくると思います。足の裏も当然きついんですけど、この辺に疲労感を感じてくると思います。でねじれて倒れてる人、潰れてる人は特にここは、もう支える力がすごく弱いので、しっかりこのエクササイズを、この甲を引き上げるっていうことができるようになるのが重要なポイントになってきます。でこの形から潰れてしまう人もそうです。支える力がないので、しっかりとここを引き上げれるようにしていくというのがポイントになります。ちょっと見せるために少しこう足首が伸びてますが、足首が少し曲がる方が、曲がった方がやりやすいと思います。少しこういう感じの方向に足が向けるような形に意識するとやりやすいかなと思います。ただしっかりとかかとは前面を、床につけてやってください。力の方向としてこうの方向がやりやすいっていうだけなんで、全体をしっかりつけて引き上げていってみてください。やりにくい場合は派手にちょっとこうやっていって、だんだん動きをちっちゃくしていくと意識しやすいと思います。はい、では今日の、足のアーチを作ろうの解説は、どうだったでしょうか。で今の、3つのエクササイズが、基本のアーチを作る基本のエクササイズとなります。で自分のアーチがこうどっち向いてるか、潰れてるのか上がってるのかっていうのをしっかり確認してすることも一つ目的になってくるので、あれで感じ取る、自分のアーチの足の状態を感じ取るっていうのを、また身につけてもらったらと思います。で普段例えば立ってる時に、あ今足のアーチが潰れてるなと思ったら、少しこう足を握るような感じにして足のこうアーチを作る維持しようとかっていう意識を持ってもらえるようになると、また足のアーチのしっかりとした作るきっかけになってくるので、自分の足の状態が今どうなってるのかっていうのを確認するっていうのも大事な作業になってきます。で今日このマッサージプレートを使ったんですが、手でもできなくはないんですが、しっかりと固まって動きにくくなった部分をリリースしようと思ったら、こういうプレートを使った方がしっかりとできます。でまあセルフマッサージだとこういうの使うのが難しいとかちょっと思われがちだと思うんですが、意外と簡単にできるので、誘ってみるとこう使ってみると硬い部分と硬くなる部分っていうのは手でやるよりすごく分かりやすいので、すごくセルフでもおすすめです。もちろん、やり慣れた人、プロとかっていう人の場合にやってもらうよりは当然、クオリティは落ちてしまいますが、それでも手でやるよりはすごくいいかなと思います。ただ、やりすぎて内出血とかになったりとか組織を壊してしまうというところには注意してもらって、で比較的ソフトにやってもらったらと思います。一応、紹介してる時に使ってるこれはそんなに高くない 2,3,000円ぐらいのものなので、で細いところやこういろんなカーブがあるので使いやすいプレートなので、ね、ぜひこういった形のものを使ってみてもらったらと思います。本格的になるといろんな形を分かれたっていうのがあるんですが、すごく高いですし、今度はそのいろんなプレートを使い分けるのはとても難しくなってくるので、こういったいろんなところが使いやすいプレートを一つ持っておくと、故障に対するケアとかっていうのがすごくやりやすくなると思うので、ぜひ使ってみてください。なかなか足のアーチ、扁平足といってもいろんなタイプがあ
るので、今日挙げた3つのパターン以外の人っていうのもいると思います。なので、ね、なかなか難しいですが、動画で、伝えきるのは難しいですが、また何か質問とか、あればコメントをくれればもらえれば、考えて対応していきたいと思うので、またコメントとかもしてください。では、チャンネル登録、動画の高評価、コメント、SNS でのシェアなどもお待ちしております。